翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼。久しぶりに見た方すいません、党名が変わっております。旧オリーブの木から翼の塔に変わりました。なぜ党名が変わったかは1月1日の投稿をご覧ください。党名は変わりましてもより一層羽ばたいてまいりますので、よろしくお願いします。それでは今日のテーマ、バイデン移民問題、最低賃金オバマゲートでございます。はい。移民の問題、これはもうとても難しいというか非常に重大な問題です。日本でも移民絶賛推進中でございます。なんか美しい日本とか言いながら、日本会議とか言いながら、この人を移民大推進しました。今も移民推進続いてます。やってる人この人です。はい。そもそも労働者の4割が日本で非正規雇用派遣、20代の6割を貯蓄ゼロに叩き落とした、こういう人たち。さらに移民推進で日本国民はさらなる貧困にと、自民党経団連による外資のための政治、売国度と、これがまあ日本の状況ですね。この移民問題、世界中で大きな問題になっています。はい。アメリカがですね、移民が大量に押し寄せていると。まあ、もともと移民の受け入れをやってきた国家ですけれども、バイデン氏は、不法滞在者に市民権を与えると言っていると。ね。トランプ支持者が発狂してますね。それは発狂するでしょう。これ、やばいでしょ、これね。不法滞在者ですからね。加えて、最低賃金を、今 7.25 ドルなのを、政府として15ドルにすると。まあ、人々の賃金を上げていくことはいいんですけれども、こう、移民を受け入れるし、最低賃金は増やすしって、これやったらですね、中小企業潰れるんじゃないかと。まあ、そのような、また、アメリカ人の雇用が減るのではないかという話が出てるんですね。だから簡単ではないんですね、この最低賃金を。ただ上げるって言えばいいって。ムンジェイン大統領か、みたいな。まあ、そういうことなんですね。中米のホンジュラスから大量の移民がアメリカを目指して北上中と。びっくりしますよね。びっくりしますね。この17日の報道で言うと、9000人がすで、に、隣国のグアテマラに入国したと。これもう続々と来ていますから。まあ、アメリカまではまだ距離はありますけれども、どうなるんですかね、これね。みんなアメリカを目指せと言っていると。これアメリカ国民不安になって当然ですよね。まあ、これは不幸なことですけれども、世界の殺人発生率ランキング、ホンジュラス4位。まあ、日本という国は本当に素晴らしい国ですよ。まあ、この後も出ますけれども、まあ、ホンジュラスにいたらもうギャングに殺される。そう移民たちは言ってですね、アメリカに押し寄せていると。移民をたくさん受け入れている、カリフォルニア州の住民の声、友人の間ではすでに不法移民への対策を講じていると。まあ、それ心配なんですよね。治安も悪くなるし、カリフォルニア州は不法移民に対して友好的なことで有名、コロナ禍で給付金を支給したと。まあ、人権というものもね、それは大事なんですけれども、しかしアメリカ国民がですね、もう本当に、まあ、コロナ禍だろうが、コロナの前から仕事がなくなったり、してる、アメリカ国民がたくさんいるのに、不法移民に給付金はいかんだろうと。まあ、そういうことなんですよね。カリフォルニアは不法移民にとってベストな選択だろうと。本当に怖いと。生活環境変わると。すでに友人が、アーカンソーやテキサス州に移住したと。不法移民が増えすぎてカリフォルニアを出ていったと。これがですね、アメリカで起こっていることです。日本でも移民推進をしている今の自民党は、こういう世界中で問題になっていることに日本を叩き落としたいと。経団連が安い賃金で不法移民を受け入れたいと。クズだなと思いますね。
CNN の、取材によるとですね、ホンジュラスの移民の人へのインタビュー、私たちの望みはアメリカに行くことだ。なぜなら新しい大統領ジョー・バイデンが就任しようとしている。彼は私たち全員を助けてくれるでしょうと。彼は私たちの子供や家族により良い生活を提供してくれるでしょうと。まあね、ホンジュラスの人もそれは大変だとは思うんです。大変なんですけれども、いや、アメリカ国民も大変なんですから。これまあ移民不法、少なくても不法移民の受け入れはですね、ないでしょうね。人種差別の件数ということなんですけれども、これは米国雇用機会均等委員会で、発表されたデータですが、まあ差別主義者だとよく言われるトランプ氏、まあ多少そういう発言はあるのは事実だと思います。しかしトランプ政権の時の方がですね、この、雇用機会における差別が発生したことというのは3万件以上というのが1回もないと。むしろなんか人権派みたいな顔をずーっとしてきたオバマ氏、オバマ政権の副大統領が、バイデン氏、8年間ずっと3万件以上と。ね。で、不法移民も受け入れて。もうなんだか、よくわからない。移民の人も困るし、結局。アメリカ国民も困るし。資本家だけが儲かるし。それがオバマ政権でしたよね。アメリカの連邦議会の、予算局 CBO の発表では、最低賃金をもし15ドルに引き上げるとですね、最大370万人の雇用を失わせる可能性があるという、まあ、試算があります。単純にですね、最低賃金バーンって上げるとですね、やっぱり中小企業はですね、経営が苦しくなって、むしろ雇い止めなんかをしてしまってですね、むしろまあ雇用が減ると。まあそういうですね、危惧があるわけですね。まあこれは韓国で起こったと。ムンジェイン政権はですね、最低賃金を引き上げるってやってですね、中小企業がバッタバッタ倒れてですね、なんなら、失業率が上がったと。で、失業率が上がったから、最低賃金を引き上げるという公約を途中で今引っ込めてると。下げることはできませんけど、まあ中途半端な状態になったと。いうことなんですね。まあこれに対して、まあ、最近ネット界隈で叩かれている、元ゴールドマンサックスのデイビッド・アソキンソン氏はですね、まあ中小企業を潰せ説を唱えている人でございますけれども、まあこの人はですね、最低賃金引き上げても大丈夫なんだということを、まあ日本でも言っているわけですね。まあこの人はですね、中小企業を潰して大企業にどんどん吸収させていったらいいという、まあ論者なんですね。まあそれは一定ですね、完全な間違いではないんですけれども、しかし今コロナ禍でですね、中小企業の人たちの資金繰りがものすごい大変な状況下においてですね、今さらにその中小企業に追い打ちをかけるということはですね、まあ様々な、例えば製造業で技術を持っている中小企業が、まあ経営危機に陥ると。で、そういうところをですね、中国企業が買いに来るとかですね、まあそういうことになるわけですね。なので、これ安易にですね、中小企業を潰したらいいという話ではないんですね。これ産業構造全般を変えていかなければならないということだと思います。これがですね、各連邦の州のですね、最低賃金の高い州ランキングなんですけれども、30州のうち21州がバイデン勝利と、つまり、バイデン氏が勝ったような都市部ではすでに最低賃金が高いので、まあ問題がないんですね。むしろトランプ氏が勝ったですね、共和党支持基盤のようなところでは最低賃金が、まあ低いと。で、これを無理やり上げるとですね、そういう州は困るわけですね。まあそういう州困ってもですね、バイデン支持の州ではまあ別にいいんじゃねってなるから、それでいいということなのかなと思います。これますます分断が広がっていくということですね。さっきの、アメリカを目指しているホンジュラスの人たち、グアテマラ当局が、まあホンジュラスの人たちをですね、本国に、送還したりしてですね、まあ全部が全部アメリカに向かっているということではないです。しかしながら、まあ
当局の目をくぐり抜けてですね、本当にアメリカまで到達してくる人がですね、当然いるわけですね。まあ今までもその不法移民という人たちは、まあ基本的にそうやって移民してきたわけですね。まあ、そしてホンジュラスに、連れ戻される人たちの声、ホンジュラスに戻るぐらいなら死ぬ。ホンジュラスに戻ったって飢え死にするかギャングの暴力で死ぬだけだと。まあこれね、大変な状況です。しかし大体ですね、こういう国が大変な状況というのを作っているのも国際金融資本家たちのですね、金融の仕組みがものすごく歪んでいるからなんですね。世界経済が歪んでいるからこのようなことが起こっている。さらにそっから移民を受け入れてアメリカ国民も困らせるし、ホンジュラスの不法移民の人たちだって幸せにならないわけですね。まあそんな状態がですね、移民推進なんていうことを今更やってる場合ではないということなんですね。もう一つの今日の解説の大きな話題、オバマゲート、の機密文書が公開されたよというですね、オバマ政権時代の非常に危険なですね、故意にアルカイダに資金提供していたとかですね、FRB がイタリアのスパイと癒着していたとかというですね、情報が入っているという膨大な量の、まあ、機密文書が公開されたんですが、しかしながらですね、これなかなか公開されて以降、決定的な情報が出てこないと。これどうもですね、まあ公開したんだけれども、政権も変わったから、隠蔽が進んでしまってですね、十分出ていないようなんですね。しかし、このオバマゲート文書の中にですね、まあ入っていたこと、オバマ政権の、時の国務省は、ワールドビジョンというところがですね、ISRA、これはアルカイダ関連のイスラム機関ですね、ここに対してお金を払うようにというライセンスを米国務省が出したということなんですね。出したということなんですね。米財務省が出したと。アメリカという国が出したということですね。これつまり、アルカイダ関連の機関をアメリカ政府が助けたということなんですね。これは知らないでは済まないですよね。そんな CIA ズブズブのオバマ政権がですね、これ知りませんでしたみたいなことではないですよね。まあ一個にはですね、こういうものも出てきたんですけれども、もっとですね、もっと激しく、アルカイダに関与しているとかですね、そういう話が出てくる可能性があるのですが、なかなかですね、決定打が出ないと。あとこれネット界隈ではですね、騒ぎになったというかですね、オバマ氏がですね、もともとは、バリーソエトロ氏というですね、移民の人だと、アメリカ国籍がなかったんだみたいなですね、話が、ネット上ではこう騒がれています。しかしこれはですね、下のこの人のカードを合成したフェイクニュースだという説があったりします。しかしですね、フェイクニュースだというフェイクニュースだという説があったりします。こっちの画像の方が合成だと、いう説があります。なかなかですね、このオバマゲート問題ということに関して、決定打が出ていないと。米連邦政府は、フリン氏が暴露した今回のオバマゲート捜査を打ち切ったと。オバマ政権の当局者により、だって今大統領になったバイデンはオバマ政権の当事者ですから、当然今必死になってですね、証拠隠蔽を図っているということでですね、このオバマゲート問題に関する資料というのはですね、アメリカの政治の闇を非常に含んでいる文書だと思われるのですが、なかなか、出したものが引っ込められたり、結局出てこなかったりしていてですね、困難を極めていると。またですね、最近辞任したですね、CIA 長官の、ジーナ・ハスペル氏と。この人はですね、一応トランプの味方なのかなと思っていたんですけれども、しかし、この人がですね、ラトクリフ氏が、大統領選の、関係して出したラトクリフレポートという、のを公開するときにですね、CIA 情報部からラトクリフ氏が圧力を受けたと。
まあ、当然圧力をかけますよね。まあ、CIA は基本的には民主党ズブズブですから、CIA は基本的にはですね、まあ、僕はロスチャイルドの別動部隊だと。まあ、ロスチャイルドだけじゃありませんけれども、ロスチャイルド的国際金融資本の別動組織だというふうに思っております。まあ、保守系の人たちはディープステートと言ったりいたしますよね。まあ、結局このジーナ・ハスペル氏もですね、ディープステート的な人だったのだろうと、まあ、最近強く思われるわけですね。ラトクリフ氏がですね、元 CIA 長官のジョン・ブレナン氏の手書きのメモを、機密解除しましたと。ここにはですね、なかなか、まあ、これだけ考えてもですね、まあ、激しい、まあ、汚職というか不正なんですけれども、ロシアゲート疑惑、これはまあ、この時にですね、トランプをはめようとしたロシアゲート疑惑の時にですね、CIA と、政府が結託してですね、まあ、トランプを貶めようとしたと、まあ、そういう証拠なんですね。ジーナ・ハスペル氏はこのブレナン氏とですね、大変に懇意だったと、いうことがですね、まあ、最近分かっており、ハスペル氏が数多くの機密文書解除を拒んできたというのはですね、やっぱりディープステート的な人たちの側だということなんですね。多分、残念ながら。この、ブレナン氏の手書きのメモに書いていたのはですね、2016年7月26日、これは、ヒラリーとトランプの大統領選の前にですね、私はヒラリー・クリントンの、外交政策顧問の一人からの提案を承認したと、2016年大統領選挙でロシアの干渉があったと主張するスキャンダルを煽ることで、ドナルド・トランプを非難するということをしようと、CIA が動いたということなんですね。まあ、公平とか公正なんていうのは CIA とかですね、スパイ組織にはないと。政治的な既得権益を守るためにですね、あらゆる手段を使ってやると。人を殺したりもすると。これはまあ当たり前と。まあやったよという話ですね、これね。これは証拠として出ていると。まあしかし、お咎めはないと。米メディアの、フェデレリストか。の創設者、ショーン・デイビス氏。まあ、この人はですね、保守系のメディアで、今回の大統領選関係のですね、情報発信をいろいろしている人でございますけれども、今回の機密文書の、解読をすることは、まあ、ジーナ・ハスペル氏などがですね、個人的に非常にそれをブロックしてきたと。で、この機密解除をブロックしている人たちがかなりたくさんいると。まあ、そういうブロックによってですね、せっかく開示されかかった、オバマゲート関係の、情報は残念ながら、まあ、本当の意味で公開されていないし、解析が進んでいないと。今そういう状況だということなんですね。マコーネルやペンスや、ジーナ・ハスペルなど、続々と裏切るトランプ政権関係者と。鉄壁の国際金融資本の支配力と、米国でも二大政党に期待しても無理と、日本でも同じですよねということで、あなたが立ち上がるしかないと、翼の党常に候補者募集しております。詳しくはコメント欄概要欄、ご覧ください。最後宣伝でございました。立ち上がりましょう。はい、本日の解説は以上でございます。翼の党の経済政策、中央銀行制度の抜本的見直しをしなければならないと毎日毎日訴えています。信用創造する権利の民主化が大事だと、ちょっと難しい言い方ですけれども一番大事なので赤くして毎日訴えております。過去動画にですね、関係する動画たくさん上げていますのでご興味を持っていただいたらキーワード検索などしてご覧ください。よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。党名が変わっております。旧オリーブの木が翼の党になりました。党名が変わってもより一層羽ばたいてまいりますのでよろしくお願いします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。これは変わりません。黒川敦彦でございました。翼の塔です。お尻を翼の
す。